いや、素晴らしいアイテムでした。探検ドア、ダンジョンを選ぶ。ヌシス神殿、これビッグボスじゃないんだよね。ってことはメンバーをネカランプチュー連れていく。ネコロンブス、あいつアタッカーだったな。レベルは低いんだよな。名前、何順で探すのがいいんだろう。新しい順にしてだいぶ奥の方かな。ネコロンブスかなり序盤になったから、ほらレベルが高くなったらな、いいんだけど。スピーディー、ボスも大したことないしね。早解き優先の組み合わせで。ボノボノ、ヌシス神殿。ふーみ、待て、まあ待て、アイテム欄を。正直このね、アイテム整理もね、すっごいやりにくい。もうちょっとさ、どうにかできただろって思う。売ろ、結構いいねで売れる。おにぎりも一応入れておこう。まあこんなもんかな。友達になりやすい、いらないって言ったらいらないんだよな。ラブフェロモンはね、ラブフェロモンは使っていいにしようかな。鬼ラブフェロモンあるし、いっか。ツンケンズというわけで、ヌシス神殿の2。フーミンはボス戦で仲間になるのかな。サンタクロースもいるじゃん。ほのぼうのさん、ほのぼうのさん捕まえたな。お前ら出発だ。はい、イベントスキップ、一気に行こう。さあ行くぞ。さて、いやー、階段の位置が分かるって素晴らしい。タラーン、やった、丸見え地図いきなり。おーおいおいおい、罠見えるまで完璧じゃないですか。やだー、完璧だな。やだじゃねえよ。どっちから行くのが正解わからない。じゃあ使おう。やった、宝の位置も分かる。これで無駄足しなくて済む。ジメリンボー、あった、また宝の地図。おいジメリンボー、お前が宝だよみたいな。シャーク、ワープ、やめてそういうの。意外に狭いなこのマップ。あった、カチカチ玉。わあ、これはまだ序盤だからいらないっつって、いらない。守備力3プラスしてもなーっていう。終盤の大当たり装備手に入れるまではいらないね。今のうちに何の特殊攻撃が一番いいのかぐらいはチェックしておきたいんだけどね。ぶっちゃけどれもいらないという。ジメリンボーいたかな。ボーン、オーケー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 オーオーオーケー、妖怪メタルゲットです。さあそのままの流れでさーっといっちゃう。ガンブさん、階段を発見したぞ。さあ上の方が罠ミエール、いやこれだ、レミラーマの巻物。罠ミエールも同時に使え、大丈夫だな、場所さえ分かっておけば。罠ミエールなどはいらんのじゃ。よしよし、もう場所確認できたし、地位覚えた。肩乗り小僧、あ、容器の粒、これで10個だな。これで S 級が友達になりやすいやつ使った上で、エンマを使った上で S 級に行くか。
ネスト。お、盾だ。兵長の盾。兵長、オッケー、いいものだらけ。守備力70。罠バリア、さらに罠バリア。おいおい、これもいらねえ。丸見え地図。いいね、今回いいものばかりじゃないか。さーっと行っちゃいましょう。ビクトリー、あーん。風民船で使ってみようかな。なんですかね、コイン100枚も集める気ない。音楽いいな。持ち物、地図あるよ。ひどっ。これも使っとくか。わ罠ミエール使ったタイミングの罠の数やべえな。ただあの真ん中の部屋の宝3つだけ取って次の回行こうかな。こんだけ広いステージでさ、地図忘れたらやだ、だから使ったんだけど、やべえな。お、おにぎりが愛情天物に進化しておる。何この罠の量。殺の秘伝書、それはいらん。よし、大きな粒はいる。あの左上も行こうか。ワンナンの量やっべ。あ、剣豪の刀。そりゃ一応友達にはなっとこうか。よっよっ、ニャンニャンニャン、イーピピー。もう一匹なってるね、なんか友達モード。宝箱おいしいです。肩乗り小僧。もう一応 OK だな。ちょっと剣をね更新するか。スキルなし、うん、いいよ。見にくいし。よし、じゃあクリアしちゃいましょうか。この罠はなんだい。これ時間減りの罠かな。時間減りも1回ならどうでもいいんだけどね、連続で踏むと地獄だからな。宝箱持ってないお前たちに用はない。うわ、時間減り。とっとと次行きます。ブブキちゃん、寝ちゃっていいの。うわ、地雷。うん、ないな。もう地図とかはないんで自力で頑張る。サンタクロース、サンタクロースがいないと、あのコインのかけらを交換してもらえないじゃないか。まあ俺はもういるけど。てかメダルもポンポン手に入るな。ダンジョンで稼ぐよりバスターズで稼いだ方が絶対お買い得。お買い得、お得、効率の良さが違う。さあ、どれぐらいの効果があるのかな。友達になる。ラブフェロモンって何、巻いた時にいないとダメなの、もしかして。そんな感じな気がしてきたな。今使った瞬間にばらまいたからその時に範囲ないとダメ。ロー、ワープちょうどいいんじゃね。いや、そこじゃないね。階段はそこじゃないね。私の行きたい階段はそこにはない。もう一回ワープないかな。画面の一番左上だからさ、
超遠い。トラックはいい。ワープだ、ナイスナイス。左上、左上、左上。まあまあまあよし。まあだいぶ近づいた。こっち、あった。キャタノリ巨人。無理退場、ちょっと押して押して。ある？この辺にアイテム、この辺にあるんなら取ろうかなと思って。あった、地雷が爆発する。そう、地雷が爆発するだって。まあ地雷は爆発するものだけど、ちょっと友達なりすぎなんだよな、どうでもいいやつ。さすがにちょっとそれは取りに行く気にならんな。ちょっと次行っちゃいましょう。なんでかこの時点ですでに友達になってるかどうかの判断がついてほしいんだけど。フーミンでかっ。フーミンってボス扱いだけど、これ友達になるのかな。使ってみる。はい、これ聞いた。ノーマルボスだからね、別に必殺技とかもないし、力ずくでいいんじゃねえかな。とりあえず無理大丈夫、踊っとけ。一応ブリン隊長あれか、自分スタート使うときに自分の範囲にいなきゃダメなんだ。ちょ全パラメーターダウンを上書きされてる。ニコローン、ニコローン、ゴーゴー新大陸。自分の速度がアップか、超速い、見てこの速さ。へー、だからどうした。抹殺、報酬報酬、ママコインだ。友達にはなってくれなかったね。そもそもボスはダメなのかな。よし、なんかワンガリューヌーパーツもない、寂しい終わりだ。でも意外にアイテムはね、何より容器の粒が嬉しいな。地面にムーワガメ君、片乗り小僧、昆布さん、はい、全員いる。さあ、アイテム整理だけでこのままの流れで突っ込むのじゃ。このアイテム整理のめんどくささよ。ほんとめんどくさいよ、このアイテム整理。ボックスに入れる。もうちょっとどうにかできたろう。お札とかいらねえから使うか。バスターもいらねえな。バスターはね、あれだよね、あのバスターズで逃げるボスを足止めに使って鬼玉稼ぎって使わせてもらった。さてまた普通のボスだろう。お、とどめきだ。お、禁断の果実あんじゃねえか。いいねいいね、禁断の果実を回収しておきたい。じゃあとっとと行っちゃいましょう。お前ら出発だぞ。これも2回飛ばさなきゃいけないのもな。もうここでいいんだよ、1回飛ばしたら。ウィッシュー。いきなりは、まあ今のはアイテム取りに行こうとしてた。ラッキーアイテムもある。 すっごい滑るよ。鉄壁の守りはあんまりいらない。わーなー、あ、なんか知らない人、知らない人来た。いい線いってる、いい線といってるなのかな。ルドルフといっぱいあってなみたいな感じ。アイテムアイテム、もうアイテムいらないから使おうと。ちょっと揚力ダイアップだ。あんま揚力型はいないけど回復も増えるんなら。真っ暗だ、イエーイ、暗いよ、狭いよ、怖いよ、スタミナム。人魚だ、
いいよ、いたんだ。ああ、もう地雷ばっかりじゃねえか。人魚さん。あ、ロボニャンパンチ、F 型パンチかな。無駄遣い、シェルダーがいる。盾だ。シェルダーが兵長の盾を落とした。落としそうだけど。盾にこれだけパラメータ下がったら盾を更新。超便利ね、コロンブス。ただね、ヌーパーツを集めにくいっていうのは確かにある。スキルなし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 、まあいらない。これもそんないらん。画面の右下か、遠いな。この辺にアイテムあるよね、多分。さっきブリー隊長のマーカーがこの辺を、この辺を指していた。これアイテムね、使うのもめんどくさいんだよ。その分威力は高い。ロボニャンパンチです。これボス戦で使おう。さっさと行くぜ。お前たち死ぬなよ。以前行ける。今友達になる音しなかった。のせいか。あ、必殺が溜まった音か。あった、やった、地図。だからバコーン。うわ、宝箱文字発見をしたぞ。やれやれ、宝箱持ってるやつがやれ。無理隊長、マーカーよろしく。お、ボムのいいやつだけど、ボム使いにくいからいらない。剣だ、なんか色やばいぞこの剣。大泥棒の刀。おいおいおい、ブリー隊長に回して、俺がこれ持っていくか。マダン。エンジン、よし、エンジン消えた。これでだいぶ見やすくなった。アイテム持ち、アイテム持ちは倒せ。やれやれ。いいね、でもアイテム持ちが分かるのはちょっと嬉しいな。下にアイテムある。やった、ヌーパーツー。まだあるじゃん、左。幸運の守りはいらないですね。ちょっとそれはいらないですね。わがめ軍が友達じゃんす。この万能だしが。かぶってるやつら全部コンにしちゃおうかな。ああ、ブリー隊長のマーカーがもうどこも刺す。地形を忘れてしまった。よかった、ゴール近くて。今14、これでラストだな。じゃあとっとと使っていっちゃいましょう。お、友達になりたいって。無駄遣い、シェルダーが友達になりたいって言ってる。あ、ここにとりあえず2つ取って、そのまんまの流れで次のマッチ。早くのマッチ。せっかくマップ見れてんだからね。あー、分かってるから行こうか。ヌーパーツを期待して画面の奥まで行くのじゃ。罠はない、罠なんてない。うわ、大トロだ。そして罠見える。もういいや、今回はこのまんまの流れで帰ってしまおう。オズバスター。何よりマップが分かってるからね。いい線いってる。さあ、今回のボスなんととどめきだっけ。
用意完了。ワープですって？もう勘弁してくれってさ。ほんと何なんだよこれ。おー、ほんと勘弁してくれよ。ワープ？何なのこれ。ホースバスターも売ってる時に向き変えれるようにしてほしいんだけど、もう普通に何これだよ。よしよしよし、持ち物フライビーム、奥のやつ全然当たんねえし。よし、回復待たなくていいや、行っちゃおう。来た来た、いっぱい来たよ。まずは全員全パラメーターアップ。やぐれずにぎゅぎゅにゃ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 。おいおいおい、防御してどうすんだよ。防御は他のメンバーがいるからこそする価値があるんだよ。一人でお前が防御してどうある。いてててててて、行くな行くな行くな、もうちょっともうちょっともうちょっと、おっさん必殺はやばいね。間に合ったからよかったけど、あぶね。必殺を食らうとメンバーがほぼ消滅したという恐ろしい。持っててよかった人形みたいな状況だね。あぶんな。ちょっと油断しすぎてた。事故るとこだった。マジ危なかった。あー危ねえ。お、31までレベルアップ。さあヌーポーツ。はい、これ何これ。技極むの秘宝。すべての技を極めることができる。もしかしてあれかな、攻撃術必殺が一瞬でマックスになるのかな。ワガメ君も無駄遣いもいる。